にちは。こんにちは。まあヤクルトを辞めたとはいえね、はい、まあヤクルトには愛情があると思うし、はい、気になってる部分ってたくさんあると思うんだけど、うん、はい、まあドラフト見て、はい、奥川が入ったりとか、はい、どう今年のドラフト見て。まあまあ、ピッチャードラフトの上から4人のピッチャーで、うん、まあはっきり言うと奥が取れて100点ですよね。もうその時点でね、もうやっぱり僕が残ってても絶対奥がか佐々木かで迷うぐらいだったと思うんですよ、うん、でまあ奥がっていうのは比較的佐々木よりも出てくるの早いんじゃないかな、うん、まあ完成度が高いもんね。そうですね、うん、精神的な完成度もそうかもかな。そうですね、だからもうあの奥側を、まあ、高須さんが引いた時点でもあれ100点ですよね。あのさ、奥側にセ・リーグが集中して、うん、あの佐々木にパ・リーグが集中したのっていうのはどういうふうに見てる。だからさっきの話じゃないですか、うまくコントロールもできる、うん、変化球もあんまスポーツといい高校生の中ではトップじゃないですか、制球もできる、うん、でも佐々木の場合はまだどんどん、まあ、変化球もいいですよ、もちろん、うんうん、いいんですけど完成度としては、うん、あっちの方がもうとてつもなく伸びるんじゃないかみたいな期待はあるじゃないですか、うん、なるほどね。奥がもう多分相当なピッチャーになると思いますけど、うんうん、だから あそこがセリーグパリーグみたいなところあるんじゃないかなっていう感じはあります、うん、なるほどね。まあ戦っててさ、はい、他球団のその弱点とかもいろいろ見てきたと思うけど、ドラフトで、あ、この球団うまくやったなって言ったところある。全体的にこと細かくは見てないので、うん、ですけどヤクルトの、まあ、2、3、4ぐらいも1人か2人出てくると、まあ、ピッチャーが弱いんで、うん、6位の掛岡っていうのも面白いですね、うん、個性ですね、うん、あれも結構出てくるかもなっていう感じはするので、ヤクルト結構今回ドラフト良かったんで、成功した、まあ、冗談でですけど、まあ、スカウトの人にちょっともう1年早くやってくれよって言ったぐらい。他はいないからな、でも1年前いやいやだから それなりにこう、あ、いいドラフトだなっていうのを、うん、じゃあ去年は誰が欲しかった。去年誰いましたっけ。あ、ネオス、ネオ、ネオが欲しかったな。小園よりも。でもネオス。ネオはピッチャーで争おうと思った。ヤクルトは。小園とネオ。背番号6も用意したんですか、球団は。お前の後継者。そうっすよ。すごい。いや、ちょっと待って。僕よりも器はでかいと思いますけど。いや、ちょっと待ってよ。はい、ネオと小園、はい。ネオもショートやらそうとしてたでしょ、うん、ヤクルト取ったら。ね、小園はショートだよね、うん、この素質でネオが欲しかったわけ。素材プラス、うん、中心選手になるんだろうなっていうリーダーに、うん、なるほど。で僕は思ってましたよ、うん、まあ、その僕の意見で言ったわけじゃないので、うん、球団の総意でネオというのがあったんで、10年に1人というふうにその時点で判断して言ったんですけど、小園じゃない。小園じゃないですね。何ですか。含んでるけど。いや、俺は小園を知らんだよ。あ、うん、でも小園は広島入って僕は良かったと思う。あ、いろんな話聞くじゃないですか、うん、やっぱりね、鈴木誠也がクリネック捕まえて練習してるっていうから、うん、やっぱいい球団に入ったと思うんですよ。まあ、確かにね、うん、これがそのまあ何ていうんですかね、厳しいところじゃなかったら多分おそらく彼のプレーはどんどん軽くなっていくと思います。そこが僕はすごく、ああ、なるほどね、まあ、性格的なところもね、あと顔つき、ネオの方がいいなっていう。小園かわいいけどね。いや、わかりません。いや、笑顔最高だけどね。笑顔は最後なんかこうあるんでしょうね。だからやっぱりポテンシャルも当然高いし、高いね、で彼が1軍でそこそこ1年目からできたのはやっぱり体ですよね、うん、やっぱりネオと小園ってなると、うん、やっぱり小園の方が一回り大きいですよね、うん、やっぱりその何ですか、肉のつき方というか、うん、でやっぱりネオはまだまだやっぱ体ができてないので、やっぱりその
彼をまあもともと高校どっぷりショートやってないじゃないですか。だから一からすごい教えたかったですよ。例えば深夜なんかは、うん、これ聞いた話、PL 時代シャドウの守備をする。シャドウ守備。シャドウ守備ピッチングって実際ボールもない、なくて自分のイメージだけどこうボールを取った形でスローイングまで行って、はい、また守備位置戻って。あこうやってこういうボールが飛んできたってシャドウのやってたんでしょ、はい、すごいでしょ、すごいです、ね、いや俺初めて聞いたんだよそんな選手、はい、守備でシャドウをするっていうの。ちょうどねイメージトレーニングが流行った時期なんですよ僕が、はい、で守りでできないのかなと思った時に、うん、夜、まあ、僕ら寮の前にグラウンドだったんで、うん、でショートでバッてやったらやっぱボールないからうまいこといくわけですよ。絶対エラーしないよね。仕事イメージでできるから、うん、ただ僕の同僚はあいつ頭をおかしなったんちゃうかいやまあそうだよ、ね、なんかしてるぞみたいなボールない。そう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 、いやそこの発想がすごいと思ってさ。確かにそうね、そイメージが。でも深夜はもともとうまかったの。うまい部類だったと思います。そうだよね、うん、でもそのシャドウをやろうと思ったきっかけは何なの。やっぱり僕は立浪さんに憧れて一つ上で、でやっぱりその追い越せないだろうけど近づきたいっていうのがすごくあって、やっぱうまかった。うまかったですね。だからやっぱ立浪さんみたいに、まあ、なれるかどうかがやっぱ近づきたい一心でやってた時にはやっぱりその立浪さんの練習も見てましたけど、やっぱり違うことやらないと、その同じじゃ多分もうずっと追いつかないから、うん、でいろんな工夫はしてって思った時に、まあ、そういうのがパッと思い込んで。それどのぐらいの時間やってたの。まあでも 2,30 分じゃないですかね。すごい、汚れなしで。いやだからもうイメージっていうのが大切なんだよ。でもそれは自分の上手くなるきっかけとして大切なことだったと思う。そうですね、うん、イメージがやっぱり良くなるんで、うん、だから本当に自分のイメージと当然似たようなボールが来た時なんか、うん、あもう取れるって思うんですよね、うん、で守備で大事にしてたことって何なの。何を一番大事にしてたの。それは精神的なものですか、技術的なの、ま、両方。まあ、精神的なもんでいうと、まあ、そのアウトにできたやつを確実にアウトする。まあエラーしないということですね。まあそうですね、ピッチャーが打ち取ったと思ったやつを確実にアウトするっていうのを心得て、あとはやっぱまあ一歩目ですね、反応、スタート反応、打球に関してはですね。まあ例えばスタートの切るコツって何かあった。僕は自分が意識してたこと、ぼやっと見てました。ぼやっと見てる。ピッチャーとバッターがショートからだったら全部入るじゃないですか、視界に。入る。でここを打つとこに集中しないで、うん、こう見るわけですよ、うん、全体的にね、シルエットとして見るんです。そうそう、うん、ならボールとバットの動きで、あこっちかなこっちかなっていうのが分かるので。集中してたら分かりづらいということ、ね、打ったとこに集中してってよく教わったんですけど、うん、でもここじゃ遅れます。その前で判断しないと。だからバッターが早く反応してこのボールに反応してるっていうことを察知しないとダメだということ。そうそうそう、で球種は分かってるわけじゃないですか、うん、僕コースを当てにしなかったですけど、うん、で球種で例えばスライダーとかやったらそのバッターのイメージがワクワクじゃないですか、うん、スライダーがこの辺いったらサインが飛んでくるなとか、うん、っていうのをこうボールがいったタイミングとバットであこっち来るっていう感じですね。面白いね、やっぱ人それぞれ感覚違うな。あ、違うんですね。あ俺ももう球種を見てたけど、はい、シルエットとして両方あ投げるなと思ったらもう当たるところに集中してたというか。あだからシルエットとして両方目に入れてっていうのはあんまりやったことない。あんまりっていうかそういう感覚はなかった。あ、そうなんですね。だからサード行ってくる。あ難しいね、シルエット入んないよね。ピッチャーが入んないんで、バッターのそのバットの反応だけでこっち来るか来ないかみたいなところだったんで、最初やっぱり3年ぐらいかかりましたね、うん、慣れるの。慣れるの。でもそれはシルエットが入るようになってきた。いや、あのその反応にある程度自分の
動きが合ってきたっていう感じですね。シルエット自体はやっぱこっからじゃ横目なので難しかったですね。だからみんな自主トレの時に他の球団の選手とかもその宮本塾に入りたいって、あれも賛否両論あったけどね、敵に支援しようを送ってんのかとかありましたけど、でもあれ監督から直々にオファーがあったからなそれはしょうがないけど、ヤクルト球団にも許可得たのあれ。いや、あそこは契約期間じゃないんで1月だから。なるほど。であれもその坂本やから大きくなったわけですよ、うん、実際に他チームで自主トレしてるのかいっぱい組ありましたから。ありましたよね。そうですよね。でも坂本だから、巨人の坂本だからそういう風になったっていうだけの話なんで、僕は別にその当然守りは教えますけど、彼のバッティングをうちの若い選手は近くで見れるわけですから。うん、うん、まあ確かに。だからもうそれはもうお互いのあれなんで、自主トレっていうのはだからお互いが良かったんだと。それ山田なんかまだもう本当のペーペーですから、まあ、近くで坂本のバッティングを見れたとかっていうのもまあ当然良かったでしょうし、まあそれはね、うん、相乗効果があるというですね、うんうん、だけど大事なところでよく飛んでこいとか思えって言うじゃない、うん、どういう感覚だったの？飛んでくるな。みんなそう言うだろ。誰一人飛んでこいはいないですか？いるわけないじゃん絶対打たせないよって思うよねでも打たした時にはしっかり取ろうと思う、ね、っていう準備はありますけど、はい、絶対来んなよ絶対来んなよと思ったらあんまり来ないですよ、うん、あ、来ないものですか？あ、そうなんですね。知らないぞって来たら知らねえからなみたいな